つ目の方法ですね。稼ぎ方を知りたい、まあ、集客の方法っていうことなんですけど、集客の方法は昔よくあった無料のレポートスタンドっていうのは、ちゃんと読まれないことがほとんどなので、で、いい見込み客にならない。まあ、SNS の場合も見込み客としては弱いですね。なので、やっぱり SEO 検索、そしてブログとかサイトだとなかなかその普通の人が続けられないんですよね。要は、集客、読者集めができるまでにやめてしまうということなので、YouTube のようなですね、短編動画で、こういった形の短編動画でどんどん、簡単な動画を上げて集客していくというのは一ついいかなと思います。あと、配信スタンドとしては僕はオートビズをお勧めします。僕ももう、10年以上ですかね、使ってるっていう形ですね。で、集客の方法とかですね、信頼できる人っていうのを、まず、稼ぎ方を学ぶのに信頼できる人はってことなんですけども、なかなかメルマガを教えられる人も少ないので、まあ、評判がいい人っていうのもですね、見つけにくいかなと思います。